どうもアキです。プロスペースやっていきましょう。今回は S ランクのショートの選手が追加されたということで、こちらのグレードアップスカウトをグレード7まで一気に34連引いていきたいと思います。そしてですね、ただいまチャンネル登録&高評価で iTunes コードもしくは Google プレイコード1万円分が当たるプレゼント企画を行っております。自分もガチャ引きたいという方はぜひともチャンネル登録や高評価していってください。はい、というわけで私後藤ではございますが、本日まで3泊4日のゴルフ合宿を行っておりました。そしてただいまその帰り道にとあるサービスエリアで車の中で動画を撮っております。ちょっとですね、めちゃめちゃ忙しい状況下ではあったんですが、いや S ランクのショートの選手が追加されたとなると、その日に動画を出さないわけにはいかないというわけで、初めてですね車の中で動画を撮っております。ただ機材はいつもと一緒なので、まあ普通に皆さんにはお届けできているんじゃないかなというところです。少し響いていたらごめんなさい。ただこのシステム個人的にすごい気に入っています。今後は旅先とかでね、車でどんどん動画撮っていこうかな。てかマイクじゃなくてこれカメラで撮って顔出しでやっても面白いかもしれないですね。車の中実況、なかなか新しいスタイルなのではないでしょうか。はい、というわけでですね、私も先ほどこのプロスペースついにね開きまして、まだ S ランクのショートの選手全員確認できてないので、ここで皆さんと一緒に全選手確認していければなと思います。はい、というわけで見ていきましょう。まずはソフトバンク今宮選手ですね。こちらは走力78の走力型になっています。確か昨シーズンのものはミーと走力同値ぐらいだったと思うんですが、今回は走力型というところですね。ここはちょっと残念なんですが、この今宮選手、はい、ショート適正 A になってます。そこは素晴らしいですし、見てください、これ肩 S90、 いや肩 S90 のショート使いたいですね。ちなみに、セカンドサードの適性も E、 ファーストの適性も D 持ってます。いや守備面がかなり強化されたのではないでしょうか。はい、で続いてライオンズが源田選手ですね。はい、こちらも走力 A83 の走力型となっております。そしてさらにはまたショート適性 A ですね。いや最近は本当に守備のうまいショートが多くて嬉しい限りでございます。はい、で続きまして、ライオンズ茂木選手ですね。こちらはミート78のミート型になっています。僕も興味で持っているので、ぜひまた手に入れたいなというところです。称号でミート A5 も十分狙えるでしょう。適性は C です。はい、で、オリックスが足立選手ですね。こちらも走力 A の、走力型、そして守備適性 A となってます。みんな本当に守備が素晴らしい。いやいい守備能力だ。はい、そして、日ハムが中島選手ですね。こちらもまたショート適性 A、 そして走力が A、 こちらは、セカンド適性も B、 そしてサード適性も C ございます。はい、でロッテが藤岡選手ですね。こちらも走力型になっています。適性が素晴らしいです。はい、でカープが田中選手ですね。こちらは走力型ではあるんですが、ミートと1個差なので、ミート型に持っていくことは可能かなと思います。で、ショート、サードの適性が C ですね。はい。で、続いてが阪神、糸原選手ですね。こちらも走力型でございます。で、適性がサード、ショート、セカンドが D というところです。はい、そして DNA、大和選手ですね。はい、DNA で大和選手が追加されていますと。ショート適性もちろん A です。そしてセカンド適性も A、センター適性も A、補給が S90。スローイング C63、肩 B74、 さらにはライトレフトも適正 B あるということで、かっちょえー、めちゃめちゃかっこいいですね。この選手が1人ベンチとかにいると、すげえ守備固めがうちにはいると。センターライン全部 A ってめちゃめちゃかっこいいですね。うわ、ヤマト欲しいな。個人的にもうコレクションとして欲しいなと思います。はい、でジャイアンツ坂本選手ですね。昨シーズンちょっと終盤打撃成績が落ちてしまったので、ミート少しは落ちてますが、とは言ってもミート A81 のミート型ですよ。そしてショート適性も A。 やはりこの坂本選手っていうのがもうショートの中では圧倒的に当たりなのかなと思っています。で流し打ちですね、今回の特殊能力は、はい、が長になっていますと。そしてですね、ただいまのリーディングヒッターですよ。今の試合も確か僕が今動画を撮ってる段階で、2打数2安打とかでした。はい、いやー、このね、後半戦また能力を上げてくれると思います。というわけで今回ね、ぜひ坂本選手狙っていきましょう。今もショート坂本選手使っているので、多少能力は落ちますが継承したいなと思います。いや本当にジャイアンツファンとしてはですね、最近のアチアチ打線がもう熱すぎるぜ。本当にジャイアンツ打線、はい、陽大感これで帰ってきたらでどうなるんだというところですね。はい、で、中日、京田選手ですね。こちらは総力型で守備適性 B となっています。はい。でラスト、ヤクルトが廣岡選手ですね。個人的にかなり注目している選手です。打撃能力が今後もっと上がってくるんじゃないかなと、そのように思っています。はい。というわけで、もうこれはもう言わずもがな坂本選手ですね。はい。狙っていきたいと思います。ただやっぱりショート、素晴らしい選手が揃っていますね。でまさかショートの追加でグレードアップスカウト来ると思わなかったな。素晴らしい。というわけでいいガチャがやってきたんでね、しっかり引きましょう。 30% ですかね。あ、しかも S ランクが出たら自チーム確率か。これたまに自チーム新選手確率の時もあるんですけど、今回は、自チーム確率ですね。はい。ただここで 30% の可能性はあるんでいきましょう。どうしようかな。それまでの A ランクはどうしようかな。ジャイアンツでいいかな。山岡投手ですね。はい。広岡選手と混ざりました。山岡選手狙いたいっていうのもあるけど、これは本当に冗談じゃなく小林選手のミート英語が見えてきたんで、小林選手を今まで A ランク全部特訓に回していた過去の僕をぶん殴ってやりたいです。本当に巨人ファンなのに。ということで小林選手の A ランク集めもあるんで、ジャイアンツでいきましょうか。まさかこうなるとは思ってないやん。だってでも、2018シリーズ1はもうすでに能力決まっているので、昨シーズンのね、成績から算出されているので、ミートまだ低いと思います。パワーはそんなにね、今の成績見てもそんなには上がらないと思いますけど、多少は上がると思いますけど、ミートはさすがにこの成績しばらく保ったら A にしないともうおかしいと思うんで、小林選手ちょっと集めていきます。守備はうまいんでね、守備もうまいんでね、顔が良くて守備がうまくてバッティングがうまいだけの世界の小林選手です。やっていきましょう。さあ、というわけでプロ野球も本当に熱くなってきましたね。これ別にジャイアンツファンだから言うんじゃないんですけど、やっぱジャイアンツが強くないとダメだよ。面白くないよ。やっていきましょう。ちょっと恥ずかしいですね。隣の車とかに聞こえてないかななんて思いながら実況しています。この後パワープルアプリの動画も撮ります。よいしょよいしょ。さあグレード4でこれをアップして、こっから仮眠を取ってから帰りましょう。交通事故はダメですからね皆さん。無事故無違反でいきましょう。いやー、それにしてもゴルフ合宿楽しかったな。またそちらはですね、実写チャンネルで模様、その模様をね励ますので、ぜひ皆さん概要欄からね実写チャンネルの方も登録しておいてください。さっき朝日さんとひろきさんと書いてたんですけど、いや本当に YouTuber になってからみんな一番いいゴールデンウィークだったというぐらい楽しかったです。はい。さあ小林選手、もうジャイアンツの選手なら今誰が出ても嬉しいです。巨人ファンとして。はい、行きましょう。ちょっと去年はですね、ジャイアンツの選手が出ると心苦しい気持ちがなんかあったんですけどね。よいしょ。能見選手、浅村選手、 A ランクめっちゃ出る田原選手、両体感 OK。 A ランクがまさかの4枚も出ました。さあラストいきましょう。これにかけています。頼むよ、マジで頼むよ。車の中で取ってまで今日出したいと思ったんだ。坂本を引かしてハッピーエンドで終わらせてくれ。頼む頼む坂本。 30%30%30%30%来い。うわー、くそー。源田選手でしたね。源田選手も嬉しいんですけど、総力型の選手なかなか入れられる余地が僕のチームにはないので、ちょっと悔しいかなというところでした。はい。というわけでこちらはまた後日ちょっとリベンジしようかなと思います。ただ前回戦力強化スカウトでもこの 30% 外しまくったので、少し検討したいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。そして皆さん実写チャンネルもぜひ概要欄から登録しておいてください。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。